ジェルバンは街ブラエンジェル頂点ちゃんだよ。ジェルバンはってほど夕方でもないけどな。本日やってきたのは台東区谷中銀座。絶妙なレトロ感が絶妙な感じで絶妙な人たちから愛されている街だよ。西日暮里、いいね、下町情緒あふれてんね。それじゃあ谷中銀座を冒険してみよう。なんで谷中にしたかって、オタクサブカルっぽさがないから逆張りだよ。ん、あれはジェルバンは私かわいい、かわいい、やったー、デックデック。む、興味深いもの発見、ご自由にどうぞコーナーじゃん。机は持ってかないでくださいだって机だけ持って帰るか。こういう地域特有の触れ合いいいね、ぬくもりティーだよ。むっ、これはヒーター。まあいいか。スタッフさん、こっちの箱は何、お宝入ってるんじゃない、宝石あるでしょ絶対。これお仕事中です。偉すぎ。それに比べた私は、ノーブルテーラーコーヒー、布端棒多すぎ。テーラー喫茶店、今日はお休みか。あれ、営業日、体調のいい日。生きる精神が大事。波次第で休むなら定休ではなくない？どうでもいいか、そんなこと。書店長の人生くらいどうでもいい。お次はなんだ？クリーニング屋さんだ！木材の感じがいい。前傾もよし。針金発見！転ぶので止めないでか。オッケー。確かに転ぶのは嫌だもんな。花ウォッチタイム。花だな。これはあの花でしょ？あれ。あれ。花だな。Why are you visiting Yanaka Ginza? Because this is old.Town of Tokyo, we want to see the beauty of the old town, the uniqueness of Tokyo, and these beautiful people and calmness of this place. Wow, thank you. What do you think of Chōten-chan? Cute. 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 You're cute. You're cute. Aha, thank you very much. ところたまるさん、よーし、占ってもらうぞ。どれだかのために、はい、どうぞ。占いをお願いします。とりあえずお名前と生年月日お聞きしてるんですけど。超絶大川天使ちゃんです。誕生日は
知りたいですか？恋愛。恋愛も。わかりました。8月7日生まれということで、この占いでいう81通りの3桁の数字を出すと257って、257っていう数字、 257? 257っていう数字がどういう数字かっていうと、人に指図されるのがすごい嫌いだったりとか。なんだって？はい、すごい嫌いですか？うわー、指示中嫌い。そう、それであと自分がいいと思ったことをやりたいタイプなので。マジそれすぎ。あ、嬉しい。自分がアイディアとか考え方とか自分で考えたことがいろいろ結果を出せるタイプなんです。だからいろいろあーだこーだ言われると余計やりたくなくなっちゃったりとかする。あー、そんなことまで分かっちゃうんだね。今好きな人とかいますか？います。あ、いるんだ。今見てくれているオタクくんたちです。リスナーがお客様ってが恋人っていうことでしたら、そこからすごい、はい、いい感じに行かれるんじゃないかなって思うんですけど、結果がすごい出せるってすごい思ってると、まあ、その通りに現実もなってくると思いますので、なんか、うん、嬉しい。そうですね、ちょうど運気もいいところの数字持ってらっしゃったし、うん、いいと思います。先生、うん、ありがとうございました。 ありがとうございます。よかった。店内へゴー。いけるばんは。はい、いらっしゃいませ。ようこそ。あんなんやった、ピッチーさん。はい、ありがとうございます。ようこそ。腹もペコちゃんだし、はい、おつまみを一つ、はい、こちらおビールいかがでしょうか？ビール。最高じゃん。私は飲めないから、うーん、このネギ焼きをくださいな。はい、ありがとうございます。ネギ焼きはこんな感じでございます。ネギ焼き来たー。こちらは秋田県の白神山地で採れてる白神ネギと申します。はい、白神山地。甘くてね、とっても美味しいですよ。はい、シャキシャキしててね、はい、おすすめでございます。ありがとうございます。いただきます。はい、ぜひどうぞ召し上がれ。でんでん太鼓、でんでん太鼓、これやる、これやる。第1位。マジか。テルバンは。はい、嬉しい。ドーナツとホットコーヒーくださいな。はい。ありがとうございます。落ち着く店内だね。外もいいね。うるさいオタクの相手しなくて済むし、過激なファンも厄介なアンチもいないし、逆にインターネットってなんだよ、ね、キモすぎだろあれ、信じられない。はい、というわけでヤナギンでした。街の魅力伝わったかな。さっきね、通りかかった女の子が頂点ちゃんだって言ってたの。それで一緒に写真撮るって聞いたら、で別にいいですってすって去っていって笑った。本当はちょっと悲しい。まっ、外だけはこんな感じでスタジオへ戻します。
じゃあねー。